ばんは、工藤です。1月18日、火曜日ですね。はい、夜の9時37分でございます。はい、はい、今日もお疲れ様でした。はい、まあ私はちょっとね、午後に学校の仕事が、まあ、ちょっとだけ入っただけなんですけど、はい、まあそれ以外にちょっとね、まあポッドキャスト関連のお仕事をこなしてまあいましたので、もうほんとついさっきまでって感じなんだけど、もうずっとね、まあずっとってわけじゃないんだけど、そのまあなんだろうね、時間制で仕事をしてるわけではないので、まあなんだろう、フリーランスの、まあ、さなんだろう、差がというか、差がじゃないか、まあ、特徴なんだけど、なんかプライベートの時間とね、まあ、仕事の時間がちょっとこう曖昧になりかけてはいるんだけど、途中こう YouTube の動画見たり、あとは音楽聴いたりしながらね、まあ、仕事して、なんかいまいち仕事してんのか、なんかプライベートで休んでいるのかよくわからなくなってしまうんですけど、はい、そんな感じで、まあ、仕事したり休んだりしていました。はい、皆さんはね、まあ、普通に働いてちゃんとね働いているかと思いますので、まあ、ね、偉いです。はい、まあ別に今日はねその話をしたいわけじゃなくて、メインの話はねちょっとこの後お話しするんですけど、まあ、まず、今日のアニメの振り返りしていこうかね。まあ、今ね、1月クールのアニメが、まあ、続々と配信されていますので、まあ、この時期はね、ちょっとどうしようもなく、まあ、やらざるを得ないんだよね。どんどん新しいやつが入るから。うん、なので、見たやつをちょっと紹介していこうかなと思います。はい。そうだね、今日は4つ見て、まず、進撃の巨人。で、もう一つがフットサルボーイズで、もう一つがサビクイビスコ、そしてもう一つが怪人開発部のクロイツさんを見ました。でこの中で2つはまあすでに、ね、見た作品なので、まあ進撃の巨人 と、怪人開発部のクロイツさんに関してはもう、まあ進撃の巨人に関してはね、まあ、私がどうこう喋ってもしょうがないので、はい、前も言ったけど進撃の巨人は本当に私なんていうのかな、なんとなくで見てるような感じなので、はい、原作も知らないし、なんか難しい話もよく分かってない状態でなんとなく見てるので、まあそんな感じです。はい、進撃の巨人に関しては。はい、で怪人開発部の黒市さんは、まあ、先週ね1話見て結構面白かったんで、個人的にあの第2話を見たんだけど、やっぱ好き、このタイプの、このなんだろう、ジャンルの作品は結構好きですね。うん、なんかすごい爆笑して笑うとかっていうわけではないんだけど、ちょっとクスッと笑えるような感じで、なんだろうね、それこそなんかあんまり難しいこと考えなくてもなんか見れる作品が、まあ、個人的には好きなんだよね。うん、あんまりね小難しい話とか、なんかいろいろストーリーがごっちゃになってくると、まあ、わけわかんなくなってきちゃうんだよね。まあ、特に進撃の巨人がさっきも言ったけどそうなんだけど、まあ、アニメ確かに77話だったかな、やってて、もうさ、なんか第1クール第2クールとかで今ファイナルシーズンかとかになってて、もう間がアニメとアニメの間が空きすぎて、もう前のシーズンの話の内容全然覚えてないみたいな状態で、もう次の話って言っちゃうから、もう、ね、わけが分かんなくなってるんだよね、進撃の巨人は。うん、その新しいやつが入る前に前のやつをね復習したりするみたいなことをすれば、まあ、いいとは思うんだけど、正直私そこまで進撃の巨人に思い入れというか、すごい好きっていうわけでもないので、うん、基本的に私同じアニメを見ることはまずないね、まずないです。うん、相当好きな作品でもない限り同じアニメを見るっていうのはあんまりないね。うん、ないです。本当に多分数えるぐらいしか
2回以上見た作品ってないんじゃないかな。うん。なのでまああんまりそのね、前入ってたやつ復習するとかっていうことはしないので、まあ、ちょっと進撃の巨人はね、さっきも言ったようにちょっと、まあ、何も分からず、分から、うーん、何も分からないわけじゃないんだけど、まあ、なんとなくで見てるっていう状態です。だから本当にあの怪人開発部の黒市さんみたいな、まあ、新作アニメで、まあ、コメディであんまり、まあ、いい意味で何も考えずにこう見れる、こうクスッと笑えるような作品っていうのは私大好きです。はい。うーん、まあ、なんか U-NEXT の評価だと、なんか今いくつだったかな、星4ですけど、まあ、4はいい方か、この前星 3.5 だったような気がするんだけど、うん、私個人的には結構好きですね、この手の作品は。うん、あのリアルで存在するね、あのローカルヒーロー、フィクションじゃなくて本当に日本のご当地のローカルヒーローが出てくるんだよね、この怪人開発部の黒市さんには。それがまたちょっと面白くてこんなローカルヒーローいるんだみたいな、うん、めっちゃいるんだよね。そうで、エンディングロールにも、これらのご当地ヒーローはフィクションではなく実在するヒーローですみたいな感じでね書かれてるんで、はい、あのもしかしたら皆さんもなんかその自分の住んでる地域のなんかご当地ヒーローとかがもしかしたらいるかもしれませんね。うん、はい、なので私個人的におすすめなんで、よかったら見てみてください。はい、じゃあ次行こうか。次はね、フットサルボーイズっていうアニメをね、まあ見たって言っていいのかな、3分の1くらい見ました。はい。まあ、ということはっていう感じなんだけど、ですね、まあ、なんとなく予想はしてたんだけど、まあ、女性向けの作品かなというふうに、思います。はい。まあ、キャスト陣とかね、見ればね、わかるんだけど、すんごい数キャストがいっぱい書いてあるんだけど、ほぼってか全部かな、全部一つ一つチェックしたわけじゃないけど、おそらく全部男性キャスト、まあ、つまり男性キャラクターしかほとんど出ないっていうことですね。うん。で、公式サイト見てみたんですよ、フットサルボーイズの。うん、そしたらアニメとスマホゲームかな、ソシャゲと、リアルのフットサルのなんかそのメディアミックスっていうのかな、なんかの要はなんつうの、うん、その3つが あるこうプロジェクト、フットサルボーイズプロジェクトみたいなものらしくて、そのこのフットサルボーイズのゲームとかアニメの声を、キャラクターの声を当てている、声優さんなのかな、サッカー選手なのかよくわかんないんだけど、が実際にそのリアルでフットサルの試合をやったりとかで、その試合結果がそのゲームかなのなんかイベントとかのなんか結果とか、そういうのにこう影響してくるみたいな、そういうなんかエンターテインメント作品らしいです。はい。なので、いや本当にもう女性向け作品っていう感じです。はい。なので、まあ、私はちょっとね、 あんまりそういう、まあ難しいんだけど、女性向けとか男性向けっていう言い方が、まあ、あんまり好きではないんだけど、まあ、でもやっぱりそのターゲット層が明らかに女性だなって思うので、ちょっと今回はフットサルボーイズはもういいかなっていう気はしてます。はい。まあ、ただソシャゲのキャラのイラストとか、公式、まあ、アニメどうこうは分かんないけど、公式サイトのキャラクターのイラストとか見た感じは、あ、なんか結構女性に受けそうな、なんだろう、イラストというかキャラクターだなっていう気はしました。はい。なので、サッカーが好きとか、まあ、なんだろう、そういうかっこいいキャラクターの、かっこいいキャラクターが好きな女性の方であれば、おそらく楽しめるんじゃないかなっていうふうには思いますね。うん、だから私の感想は正直あんまり当てにならないですね。うん。うん。
ニメが面白いかどうかは、まあ、そのフットサルボーイズのサッカーが好きな人とか、フットサルボーイズのゲーム自体が好きな人が見たら、ちゃんとした判断が下せるんじゃないかなと思いますね。うん、私はそもそもそのキャラクターたちが、まあ、男ばっかなんで正直いいかなっていう感じでございます。はい。なので本当にあんまり当てにしないでください。この感想に関しては。はい。なので、はい、次いきます。はい。じゃあ最後ね、最後。最後は、サビクイビスコっていう作品なんですけど、これに関してはね、視聴継続ということになります。はい。まあ1話なんで、第1話なんで、正直もう出てくる単語とかもちょっと意味わかんないんだけど、まずそのなんかキーワードがいろいろ出てくるんで、まず群馬そう群馬、キーワードはね群馬、サビ、そしてキノコかなわけわかんないよね、 なんじゃみたいな。なぜかね舞台が群馬なんだよね。今後その舞台変わっていくのかもしれないんだけど、いきなり群馬県がなんか、まあ、舞台になってて、でなんかさ体が錆びる病気みたいなのも出てきたかな。うん、あとなぜかそのおそらく主人公だと思うんだけど、その赤星ビスコだったかな、がこうなんか弓みたいなものをこうバシュって放つんだよ。弓で矢を放つんだね。弓でこうバシュって矢を放つと、その矢が当たったところからなぜかでかいキノコがボンって生えるっていう、ちょっとよくわかんないそう、本当に第1話なんで、いろんなキャラクターも出てきて、いろんなワード、さっき言ったように群馬が舞台になってたり、まあサビが出てきたりで、キノコが出てきたりで、ちょっとこうわけわかんないんだけど、なんか面白そうな予感を漂わせてる作品だなっていう印象を受けました。はい。なので、まあ、これから面白くなるかどうかは分からないけど、ただ1話見た感想としては、あ、これなんかいいなって思った、はい、作品でございます。はい。なので、皆さんもね、よければ、見てほしいなと思います。はい。まあ、今後ね、なんかこう、展開があって、なんか、やっぱ面白いなってなったら、またお話しようかなと思っております。はい。ちょっとここまででもう13分くらい喋ってるんですけど、どうしようかな明日の朝にしようかね。ちょっとな、どうしようかな。なんか長くなりそうな気がするんだよな。明日の朝のネタも、まあ、特にないじゃないんだよな。だからもう明日の朝に回してもいいか。待ってよ。そっか、そっちか。ああ、どうしようかな。明日にしよう。うん。まあ、メインで話したいことあったっちゃあったんだけど、それはそれでまたちょっと長くなりそうなんで、明日にしましょう。はい。うん、他だからついでになんかアニメの話しようかな。喋ってないアニメあったかな。ビスコの話だけど、そう、なんかカニも出てくるらしいんだよねそう、カニ、うん、もうね、わけわかんないんだよね。でもわけわかんないんだけど、なんか面白くなるんじゃないかっていう雰囲気あるんだよね。そう、Unext のね、その見どころとかストーリーっていうところにね、出したようなキノコとか、躍動する巨大なカニとかって書いてあって、は？みたいな。で、キノコ森とか、なんかね、キノコ森とか、そう、キノコも出てくるし、なんかサビとそのキノコ、何の関係？みたいな。感じで、はい。あとなんで群馬っていうね、そうのがあるので、はい、本当に。あ、そうか、ラノベが原作なのかな。
丸延べ角川さんから出てる漫画もある。漫画は完結してるな、全部で4巻まで出て完結して、ますね。うん、どうなんだろう。ライトノベルってその原作、本当のそのライトノベルの原作は完結してないけど、漫画は完結してるって感じか。説明見たらちょっとネタバレになっちゃうからちょっとやめとこう。はい、まあそんな感じで、はい、今日は私はね、まあ、結局アニメの話しかしなかったんだけど、はい、まあ、4本視聴したという感じです。はい、まあまとめとしてはサビクイビスコと怪人開発部の黒一さんが面白いというお話でした。はい、ぜひこの2作品まだチェックしてないよっていう方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。はい。あ、そうだ、明日はですね、明日の予定についてもちょっと軽く話そうか。はい、明日は、私はですね、学校の仕事はないんだけど、ポッドキャストの収録が、はい、入っております。はい。なので、まあ、そちら、はい、頑張っていこうかなっていう感じですね。うん。そっか、水曜日は、あ、まあ12時、お昼の12時ですけど、明日のお昼の12時に、まあ、賢者の弟子を名乗る賢者が更新されて、あと水曜日、あ、ビスクドールもね、もう更新されてるんで、見ないとですね。今日のお昼に更新されています。あとあけびちゃん、あと時効代理人も明日かな、水曜日だから明日は昼だね。あとは、あ、殺し合いは明日の夜か、明日の夜だとまあ明後日だな、見るのかな。それくらいかな、水曜日。まあ、彩り緑っていう、まあ、ショートアニメも入ったりはしますけど、まあ、そのくらいかな。あ、あと、12月クールでね、まだ終わってない作品とかも実は、まだあるんですよ。舞妓さんちのまかないさんとかね。はい。まあ、入る時期が結構遅かったんで、まだ、普通に毎週入ってる感じですね。もうちょっとで終わるかもね、でも。まあ、なのでそちらもチェックしていきます。はい。まあ、そんな感じで、いや、本当に今日アニメの話しか、今日っていうか今回ね、アニメの話しかしてないんですけど、まあ、今日のところはこの辺にしておきたいと思います。はい。今日話すはずだった、内容に関しては、まあ、明日何のニュースもなければ、何のニュースとか、朝ね、ニュース見て、あ、これ喋りたいっていうのがなければ普通に喋ると思いますので、よければ明日の朝の配信ね、楽しみに待っていただけたらなというふうに思います。それではまた明日の朝の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。